元キンプリ平野紫耀仕様が最後って、ジャニーさんごめんねー。に込められた強烈な皮肉。皆さん、こんにちは。ジャーナリストとして、今回は元キングプリンスへの平野紫耀仕様さんに関する注目の出来事についてお伝えします。5月22日、平野仕様さんはキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所も退場することを発表しました。 しかしその後、平野さんが綴ったブログ記事が大きな話題となりました。この記事には、強烈な皮肉と深い意味が込められていると言われています。平野仕様の最後って、正午に公開された平野仕様さんのブログ記事には、以下のような数踏みが含まれています。 明日からキングプリンスじゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいようなジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしねジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうなしょう。この文章には平野さんの気持ちが込められています。そしてその中でジャニーさんごめんね。 という数踏みが特に注目されています。ジャニー北川氏の名前をめぐる背後にある事情。なぜなら、この記事で平野市洋さんはジャニーズ事務所の創業者である小ジャニー北川氏に対する言及を行っているからです。ジャニー氏は性加害疑惑の下中にあり、その名前をメディアに出さないようにする事務所の方針があったとされています。 しかし、平野さんのコメントは、それに逆らって、ジャニー氏の名前を取り上げており、これが大きな話題となりました。平野氏用の目標とは平野さんが、目標を届かなかった、と述べた目標とは、海外デビューのことを指しています。 キングプリンスを世界進出を目指していましたが、事務所の方針により、別のグループであるトラビスジャパンが先に海外で活動を始めることとなりました。このことが平野さん、ジングージ・ユタさん、キシ太タさんの3人の脱退につながったとされており、平野さんはこの恨み節を文章に込めたのではないかと言われています。平野仕様の皮肉的な表現。 興味深いことに、平野耀さんは以前からジャニーズ事務所の性加害疑惑の被害者とされており、元ジャニーズ JR の岡本カウアンさんが平野さんと一緒に被害を受けたと実名告白しています。そのため、平野さんが、ジャニーさんごめんね、と書き残すのは何とも皮肉な表現と受け取られています。 以前のジャニーズ事務所なら、メディアに圧力をかけ、平野さんを表舞台から遠ざけることも可能でしたが、今回の事態は異なるようです。脱退組の今後、脱退した平野耀さん、神宮寺祐太さん、岸優太さんは、これからどのような道を歩むのでしょうか ジャニーズ事務所を退所したタレントは、以前は干されることが一般的でしたが、今回の状況は異なりそうです。なぜなら、金プリは長瀬廉さんや橋海人さんなどが残留し、グループ名も存続する予定です。従って、過去のジャニーズグループの例とは異なり、退場した脱退組もテレビ出演を続ける可能性が高いと言われています。まとめ。 ジャニーズ事務所の中で揺れる中、平野志耀さんのブログ記事は大きな注目を浴びています。ジャニー北川氏の名前を取り上げ、最後っとも取れる皮肉を込めたコメントが話題となり、脱退組の今後についても注目が集まっています。ジャニーズ事務所にとって、これからの展開が注目される時期と言えるでしょう。読者への挨拶。皆さん。 この記事をお読みいただき、ありがとうございます。平野志洋さんの今後についての情報は、今後も注目されるでしょう。最新の情報については、引き続き報道をお楽しみにしていただければと思います。どうぞお心配を大切にしてください。